今日開幕するバレーボールのネーションズリーグで東京オリンピック前最後の実戦の場に挑む日本代表新キャプテンの石川祐希選手を直撃。およそ2ヶ月後に迫ったオリンピックについては、初出場オリンピック、そしてキャプテンとして迎えますが、僕自身イタリアでプレーしてきてコロナにも感染して、やっぱり健康だったり安全が第一優先されるべきだというふうに思うので、それがクリアになった状態でオリンピックに臨みたいなというふうには思っています。石川選手にはオリンピックで忘れられない光景が。やはり特別というか、この舞台で戦いたい、勝ちたいという思いが増えましたし、5年前出場を逃しスタンドから眺めるだけだった舞台。やってる選手たちが羨ましいというか、自分もっとここでやりたかったなというふうに思います。でも見てるだけだとやっぱり悔しさがどんどん増えてきますよね。ただただ悔しい、その思いでこの5年間を戦い成長してきました。しかし石川選手が成長したのはプレーだけではありません。ここで石川選手の金メダルへの道、体のバランスを整えるトマト。ちょっと小耳に挟んだんですが、イタリアで赤いものを克服されたとか。トマトに関してはまあ食べるようにはしてますね。幼い頃からトマトが苦手だった石川選手、イタリアでは外食続きでしたが、世界のトッププレーヤーになるため栄養士をつけ、栄養管理を徹底、自炊に切り替えました。こちらは石川選手の貴重な料理シーンです。トマトの方が多いから、経験残ってるとちょっと苦しいね。栄養バランスをうまくコントロールして食事することで、体もしっかりできますし、大きな怪我をしてないっていう事実もあるので、今では苦手なトマトを含め野菜もなるべくたくさんの種類を食べるようにしている石川選手。体重が増え、さらに筋肉量も増加するなど、アスリートとして戦うための体作りをしっかり行ってきました。栄養バランスを整えるために克服したトマトこそメダルへの道。美味しいですか？まあ普通くらいですまだ苦手だよ。そうですね、食べられるようになったそうですよ。でも、普段の生活からの、ストイックさっていうのも強さにつながっているんだなと感じましたし、オリンピックは今まで支えてくれた人への感謝を伝える舞台にしたいということで、その熱い思いもビシビシと感じました。でその石川選手なんですけれども、今年から務めている新キャプテンについて、監督やチームメイトからは早くも頼もしいという声が上がっています。石川選手は代表合流初日から早速若手選手にアドバイスを送るなど存在感を見せていまして、中垣内監督、成長してくれているなと非常に頼もしく思ったと、リーダーとしての資質も評価しているということなんですね。見てましてもね、サーブレシーブも上手くなったし、あと相手のブロックの使い方も上手くなったし、さらにレベルアップしている感じがあるんでね、必ず引っ張ってくれると思いますね。楽しいですね。そんな男子バレーボール代表が挑むネーションズリーグ初戦は今週金曜日、イランと対戦です。